あざす。ランクマ新環境が幕開けてからね、約1週間ほどが経過しました。まあ僕も対戦回数100回ってまあそこそこ対戦したんだけど、このウィンとルーズの数見てください。54勝46敗。いや確かに動画撮影のためにちょっとふざけたポケモンを使ってたりしてることはあるんだけど、まあそれでも、まあ進化前のポケモンだけでランクマに潜るリトバスよりは強いポケモン使ってるんだよね。まあ、なのに、てかリトバス、あのポケモンで潜ってるけど勝率6割ぐらいあるんだけど、それよりも普通にランクをやってる方が勝率が低いっていうバグが起きてるんだけど、YouTube のチャンネルメンバーシップ限定生放送でずっとランクマン放送やってるんだけど、それでも全然上がんなくて、だから2万いいからさ、1万いいぐらいずっとうろうろしててさ、勝てないんだけど。助けてー、マスターさん助けてくれ。さすがにこのままじゃまずいんで、ちょ、ごまかし行くのはやめるわ。ちょ、一旦1000位以内目指すわ。1000位以内ぐらいまで上げれるまで、ちょっと動画投稿するのをやめようと思います。応援よろしくお願いいたします。早速、修行してくるわ。まあ、ぼちぼちのところまで上げてきたわ。1万2000位ぐらい上げたんでね。頑張った。褒めたいわ、自分で自分のこと。よろしくお願いします。で、今、レアコイル使ってるんだよね。まあ、なんでレアコイル使ってるかっていうと、皆さん知ってますか？レアコイルってのは進化系の芝コイル、素早さ属性が10高くてうんぬんかんぬんみたいな話ではなくて、まあ、そもそも進化系の芝コイルが、まあ、前シーズン使用率が高すぎたがゆえに、まあ、今シーズンのランクまでね、まあ、デキン食らっちゃってるんだけど、まあ、レアコイルってこいつ進化前のくせに種属値結構高いんだよね。毒鉱種属値が、まあ、120あって、これ毒鉱種属値120ってどれぐらいかっていうと、トゲキスと一緒なんですよ。攻撃室と一緒って聞くとなんかまあまあパワーある気がしてこない。あら結構強いんだよね。あと特性が頑丈で、まあ HP がマックスの時に攻撃受けると、まあどんな攻撃でも1耐えるっていう特性なんだけど、まあ、今の環境ってそのステルスロックを撒き散らしてくるポケモンが、まあ、減ってるんで、まあ、頑丈が生きるケースが多いということで、まあ結構レアコイル強いんじゃないかなと。でまあレアコイルっつったらこだわりスカーフ型とかが有名だけど、まあそもそもなんかスカーフで使うメリット、スカーフ巻いて抜きたい相手がまあウーラオスぐらいしかいないし、まあウーラオスは頑丈盾に殴り合えるし、なんかパワーあるポケモンのが好きなんで、まあメガネで使ってますね。ってことで、打っていっちゃしーす。まあショッテは頑丈盾に殴っていける。まあレアコから入って、まあそれでもウーラオスとかがめんどくさいんで、まあウーラオスとカビゴンに対してはマリルリが結構強く出れるんで、まあ、マリロリも投げといて、まあ、ラス1全体的にチンパン大魔して強そうなオンバーン、これでいきます。よろしくしーす。最近日本語がガタガタになってるから。あ、これは相手一撃の型のウーラオスでしょ。インファイトは頑丈絡めて耐えるんで、 あとね、スカウじゃないレアコイルのいいところはそのウーラオスに対して高校ボルチェンできるとこっすね。スカウだった場合は、まあ、上からボルトチェンジできるっていう強みがあるんだけど、まあ、メガネだったらメガネだったで遅いんで、まあ、相手のその行動を見てから、まあ、ボルトチェンジでこっちのサイクルを形成できるってのは、まあ、良き点かなと思います。まあ、相手のウーラオスなんかタスキっぽいけどな。他の、まあ、相手のパーティーに他にタスキ持ちそうなポケモンがいなかったんで、まあ、タスキの可能性あるかなってことで。てかさ、最近レアコイルとかもそうなんだけど、進化前のポケモン使いすぎててさ、ちょ、待てよ、これ、オンバーンから入るか、マリルリから入るか。オンバーンから入った場合、不意打ち打たれるっしょ？オンバーンの HP 削、いや、マリルリにするか。いや、オンバーン多分不意打ちもらうと結構だるいんで、いやマリルリだったら、腹太鼓型とかの可能性も考えると、まあ、ウーラオス側って不意打ち打ちづらいと思うんだよな。打ってくるかな。まあ、フェアリーで半減だし、なんか不意打ち打ちづらい読みで、まあ、マリルリから入って、引っ込めてくる。これ、ナットとかだと結構きつい。うわ、ちょ、待って、きついの来た。こいつもなんか環境に結構多いんだよな。その、化学変化ガスで、いや、特性、こっちのポケモンの特性消してくるんだよね。で、マリルリとかは力持ちがないと、火力ないポケモンなので、力持ち消されると、ヘナチョコ火力しか出らんと。まあ、鬼火だろうな、ヘドロ型ってこと。あとは、まあ、パッチラゴンの張り切りとかも打ち消せて、まあ、火力下げれるんで、なんか、結構環境に刺さってるっていう噂のポケモンですね。で、オンバーン投げてって、まあ、鬼火、あ、これ、かわすのでかい。これ、かわすの。いや、かわすのでかいで、マタドガスは、まあ、耐久はあるけど、火力そんなないから、大ジェットでぶち抜いていけると思ってるんだけど、まあ、多分特防はそんなないから、物理耐久は結構高いけど。あ、ウーラオス切りですかね。
で、まあ今日レアコイルの動画、まあサムネタのレアコイルになってると思うんだけど、あの、新シーズン開幕してから、俺が動画で紹介したポケモンを、まあさっき一通り見たんだよね。そしたら、まあ一番最初が、フライゴン。一番最初がフライゴン、二回目がフェアリータイプのシルバディ、三回目が、煉獄シャンデラかな。煉獄シャンデラ。で、四回目が、まあ、進化の奇跡ヒポポタスだったんだけど、まあ、これらの四つの動画を振り返ってて思ったんだけど、あのね、全部弱いわ。弱いポケモンしか使ってなかったから、それは勝てないわ。いや、多分ね、動画内でも言ってると思うんだよね。いや、なんかこのポケモン弱かった、みたいな。多分、フライゴンとかは、オンバーンのが強いわとか、まあ、シルバリーも多分なんか、大ヘアリーで、ウーラオス弱点なのに落とせなくて弱とか言ってたし、まあ、シャンデラも煉獄当たんなくて弱とか、ヒポポタスも、まあ、防御は結構高いけど、特防がペラかったから、なんか爆音波、ストリンダの爆音波で一撃で倒されてて弱みたいな話してたと思うんだけど、そりゃ、こいつは新規掴む気あるんか。動画のサムネにしてるポケモン全部弱いとか言ってるし。大抵カビゴンと、またドガスか。カビゴンダイマックスしてくる。これ大ドラグーンから入って、いや、カビゴンがさ、これ、冷凍パンチとか覚えてると、まあ、結構きついんだけど、まあ、そこまでまだ環境回ってないと思うね。冷凍パンチさせる相手、オンバーンぐらいでしょ。まあ、ここ大ドラグーンって相手のカビゴンの攻撃力下げつつ、まあ、相手のカビゴンの大マターンをいなしていきたいっすね。まあ、レアコイルで、またドガス、てか、レア、そう、マリルリが、なんて言えばいいんだ。そう、レアコイルは大事にしないといけないんですよ。俺サイドからするわ。レアコイルいないとまたドガスで積むんで。大アタック。まあ、大ドラグーン打ってるからそんなダメージ効かない。まあ、ここは大ボール打つか大ドラグーン打つかだけど、まあ、削っといた方がいいか。大ボール打つよりは、大ドラグーンって相手のカビゴンの HP なんか少しでも削るだけ削っといて、レアコイルと、またドガスのタイミングができた時に、相手のカビゴンが浮き出しできないぐらいまで削っといた方がいいと思うんで、まあ、メガネレアコイルだと、まあ、カビゴンとかに対しても負荷かけていけるんで、まあ、結構、良さげですね。良さげ。相手のカビゴンこれ直帰臭いけど、大ドラグーン入らなさすぎなんで、大アタック、おいー効いてないってこれ耐えてたでしょ、急所当たってなかったら。大ドラグーンで攻撃力バキバキになってんだから。バッキバキになってんだから。あ、待って、これきついきついきつい。マリルリ投げる。いや、考える。いや、ここ、二択なんだよね。相手はカビゴン引っ込めてくるパターンと、いや、これ引いてくるやろ、これ。引いてくるだろ。大ドラグーン2発カビゴン受けてるし、相手マリルリはマタロガスで完全に受けがせ、いや、でもダイマックスしてるからな。カビがダイマックスしてるから、ワンチャンカビで突っ張ってくる可能性あるから、ここのちょっと釣りは、あい、釣って行きー釣って行きー、バチコリと読み決めて行きー。マタドガス。で、これね、相手マタドガス絶対温存してくる。まあ、こいつメガネ持ってるんだけど、相手のカビゴンが突撃直帰だと思うんで、メガネラスカでも2発打ってもカビゴン倒せないと思うから、ここ交代読みで、あ、オッケーオッケーオッケー。相手のカビゴンにメガネボルチェン無事当ててって負荷かけていきます。あ、いや、これいけたかな、メガネラスターガの2発で。いや、キワイな。いや、キワイな。てか、10万だったらいけてたくさいな。あー、マリルリ投げる。で、ここもう一回じゃんけん。ここ、いや、ここバカリキ打ってカビゴン倒しに行くか、そのバカリキに対してマタドガス合わせられるか、じゃんけん。いや、じゃんけんだけど、いや、相手は、そのカビゴン取っとかないとレアコイルで積むんだよね。それは、相手も絶対気づいてるから、引いてくると思うんで、もう一回釣るわ。もう一回釣る。強気に行くよ。強気に行くよ。いや、ここも完全にじゃんけん。強気に、もう一回、一回釣ったにもかかわらず、もう一回釣りに行くよ。気持ちよくなりたいからね。理由、釣り交換して、勝った時の方が気持ちよくなれるんで。もう一回またロガステミでレアコイル合わせて言う。ガチでシャシャった。ガチで。あー、シャシャった。マジで気持ちよくなれなかった。あー、でもまあ、てか、救助当たってなかったら勝ってたんだよな。っていうのはまあ、言ってもしゃあないから、割り切るか。対戦ありがとうございました。シーす。相手のパ、あ、相手もレアコイル入ってるじゃん。わかってるね。わかり手じゃん。レアコイルミラー来た。またしかもガラルマタドガスいるし。
マタロガスやっぱ流行ってんのかな。でマタロガスって本当にパッチラゴンに勝てるんかなって聞いたけど、あとフライゴンがいるけど、フライゴンよりはオンバーンの方が強いんで、相手のパーティー、まあ結構珍しいポケモンが多いっすね。あ、でもシンボラーはね、そのタイプ1でダイジェットを打てるポケモンなんで、まあ、なんか強いっていう話は聞いた気がするわ。環境ではまだあんま見ないけど。まあ、相手でもルカリオでいいや。格闘と鋼の通りがいいんで、まあルカリオから入って行き、まあなんやかんや対戦組み立てていこうと思います。よろしくお願いいたします。まあ、ルカリオで荒らして、まあ大魔オンバーンで暴れるみたいな、そんな感じでいこうと思います。で隙間を埋めるためのレアコイル、よろしくしちゃいーす。レアコイル、相手のレアコイルの型が分かんないんだよな。まあ、スカーフじゃなかったら上からインファ打てるんだけど、スカーフだったらボルチェンで逃げられるんだよな。これスカーフ読んだ方がいいっすか。でレアコスカーフなんかな。だから今の環境でさっきも言ったけど、なんかレアコイルをスカーフで使うメリットがあんま、いやスカーフだったわこれ、スカーフおーい、レアガールの素早さ持続値70、これにこだわりスカーフをアイテムというアイテムを持たせることに素早さ持続値201、最速130とかサンダースとかクロバットを抜くことができるようになる。うるるるうんぬんかんぬん。マタロガス、米パン打ちたい米パン、いやでもね、さ米パンにスカーフレアコイル合わせられるとだるいんだよね。いや俺これ気持ちよくなっていいっすか。じゃインファオスはノータイムで気持ちよくなっていい、気持ちよくなりたいから、ここ。あー気持ちいいこれ、コメバイオミレアコでしょ。あー気持ちいい気持ちいい気持ちいい、あー、まあ、頑丈だから一発耐えられるけど。まあ、レアコイルスカーフだったけど。まあ、ルカリオ新速あるんで、相手のレアコイルの上から攻撃することができ、まあ、相手のサイクル崩壊したね。あ、これ。でも決まってなかったら結構怪しかったのよ。結構怪しかったけど。まあ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 。さっきボロボロに読み分けたんでね。僕はちょっと気持ちよくならさせていただき。まあ相手が何投げてくるかだけど。ああ、マタドガスか。てかそもそも、マタドガスって多分、まあヘドロだったし、このマタドガス。耐久に振ってるマタドガスってルカリオの米パンでね。まあ倒せないんだけど、まあ米パンで削って、あれか。米パンで削ってオンバーンでダイジェットの起点にして、でラスイチ頑丈レアコイルで、まあなんか無理やり詰めていくみたいな。アンダーシーム、まあ普通になんかタスキ頑丈ダイバの打ち合いがシンプルに強いですね。昔その、まあ初手ダイワックスプラス、あ、タスキ枠プラスなんかミミッキみたいな並びが強かったのと一緒で、まあ今回そのミミッキが禁止になっちゃったから、まあ代わりに特性頑丈で無理やり対面性能があるレアコイルを刺してるみたいな、まあ、感じなんだけど、オンババに大巻きって雪、相手の裏が何かだけど、なんだったらきついんだろうな。いや、割と何でもいけそうだけど、でも、ここでダイジェット先に積むことができたら、相手の裏が何だったとしても、オンバーンともレアコイルでいけそうだけど、あ、レアコイルは多分結構強いと思うね。今の環境でも。え、てか、ね、その、まあ、今まで、なんだっけ、フライゴン、シルバディ、忘れた後2体。が、ま、弱いって話はしてたけど、まあ、五道神にしやっとそこそこ強いやつに出会えたね。エアコイルは、まあ、多分、ジバコイルと比べても、まあ、そんな、なんか、種族値にも差がないから、てか、むしろ素早さ種族値10高いしね。素早さ種族値が10高い代わりに、なんか防御総合的な耐久が、まあ劣ってるみたいな感じだけど、まあそれはなんか特性頑丈で結局補えてるんで、はい、結論レアコイルは強い。相手マタドガスに大魔してきた。大ジェット耐えられるかな、落とせると思うんだけど。てか倒せなかったとしても、あ、倒せたわ。倒せなかったとしても、あんだけ耐久に振ってるマタドガスの、まあ大ヘアリーオンバーン多分耐えるから。で相手のラスイチが、まあ何かゲーミング部所属だけど、何かゲーミング部所属だけど、あ、フライゴンか。これダイドラグーン打って勝ちと。まあ結構、上げれたからよかった、順位。結構、上げれたっつっても1000位ぐらいだけどね。うん。めっちゃ志低くなってて草だ。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。